マリナ、マリナ。はい。溢れてるぞ。ごめんなさい。ぼーっとして。あれ、アイリオン。ああ、先に出たみたいだよ。あ、やだ。こんな時間。ごめんなさい、お父さん。私も行きますね。この間はごめん。マリナの気持ちも考えずに。そんなことない。私だって彼女なら本当は、だけど心の準備ができてなくて。僕らのペースでいいと思うよ。ありがとう。私もマサトなら他の人なんて考えられない。じゃあ今夜大丈夫かな。え、マリナ。嬉しいよ、マリナ。うん。秋月先生。秋月先生。いや、お父さんで構わないよ。と、大野雅人です。マリナさんと同じクラスの。大野くんか。もうすぐ休み時間も終わりだよ。早く教室に戻った方が。あ、本当だ。大野くん、早く戻らないと。お。あ、今日お友達の家で勉強することになりそう。そのまま泊まったらって話で。そう。この前も泊まりで。ええ。追い込みで、みんなでした方が効果があって。みんなでする。何この匂い。変なもの置いてないよね。それじゃあ行ってきますね。アイリも泊まりでいないらしいんだ。その勉強の日はやっぱりずらして。でもその約束してるから。そこはほら急な用事とかでね。今日はその一人にしてしまってすみませんけど。そうか。そんなにあいつのチンポが恋しいのかい？あ、その、え？マリナ、今夜は。先輩、よかった。ねえ、お願い。向こうで友達が大変なことに。君は誰？ねえ、先輩、助けて。あ、その、僕。お願い、先輩しか頼れる人いないの。あなただけなの。その少しだけなら。やった、あっちです。こっち。先輩、ここ早く。え、うわ。ちょっと。いくらお父さんでも彼を侮辱するなんて。そんなこと言う人嫌いです。そうか、そんなにあいつにチンポ突っ込まれたいのか。それとももう肉奴隷になってしまったかな。肉奴隷って何なんですか。私とマサトはまだ。ほう、まだなのか。さすが優等生だな、マリナは。そんなマリナが大好きだぞ。何ですかこれ。いきなり何のいたずらですか。もういいですよね。待ち合わせにも遅れてしまっているし。あれ。いた。あ、すまない。お父さん変ですよ。
いつものお父さんじゃないです。私、お父さんのこと嫌いです。嫌い？マリナが俺のことを。マリナだけはお父さんのことを。いや、話して。こんなのお父さんじゃないです。本当のパパだったらこん…そっか、マリナも僕のことを本当は父親とは思ってなかったのか。違う、ごめんなさい。その、まあいいけどね。こんなこと父親のすることじゃないからね。先生が呼んでますよ。あの、用があるって聞いてきたんですけど。嫌われてしまったもんだね。助けてやったというのに。何を言ってるんですか。あなたのせいで、私は、来ないでください。話なら、そこでできるはずです。もう、やめてください。これ以上ひどいこと、しないでください。大丈夫だよ。マリナにひどいことなんてするもんか。ほら、こっちにおいで。